藤坂駅は大阪府平方市藤坂南町2丁目にある西日本旅客鉄道片町線の駅である。駅番号は JRH28。当初、長尾駅と津田駅の間の区間に駅はなかったが、両駅中間の住宅地区より要望が高かったため、1979年に長尾駅市場な定期間が複線化されるのに合わせて設置された。そのため、 長尾駅藤坂駅、藤坂駅津田駅のそれぞれの区間は他の区間より短いものとなっている。駅の建設費用とその他、駅前広場、関連道路の整備費用は全額地元負担で建設され、建設費用2億円のうち1億円は地元藤坂地区の共有地であるため池を売却して賄われた。島式ホーム1面2線を持つ高架駅。 八両編成に対応している。道路と直行する部分が高架となっており、駅舎はホームの下にある。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。改札口は一箇所のみ。当駅は JR 西日本交通サービスによる業務委託駅となっており、管理は長尾駅が行っている。移行下利用可能駅。一部時間帯は無人となる。 そのため改札機、券売機、生産機付近にはインターホンがあり、無人時間帯はコールセンターのオペレーターが対応し、各種機器を遠隔制御している。日中時間帯は区間快速が1時間あたり4本停車する。朝夕は本数が多くなる。大阪府東経年間によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅前に、 藤坂駅停留所があり、京阪バスが運行している。ありがとうございます。